なんか最近 YouTube ぐるるよね、私だけ。なんかめっちゃ最近私さ、YouTube ぐるるんだけど。おまかい？もしかして。で、なんかさ、これが当たった、たこ焼き器。いや、ホロメン1たこ焼き器に縁のない女がたこ焼き器当たってしまった説がある。多分、誰よりもたこ焼き器もらっても困る自信がある。ねえ。たこ焼き器、誰か交換しない？交換しない？とか言って。自分の家でタコパしたくないんだけど、だって、臭くなるじゃん。私さ、カーテンとかさ、あんまりさ、洗濯しないしさ、掃除も豆じゃないからさ、誰か、ちょっと、掃除豆な人、これ持ってっからさ、タコパしませんか？いらない？誰か。でも嬉しいなぁ。なんか可愛いし、白だったらもっと嬉しかったけど、ま、でも可愛いから、なんかフォルムめっちゃ可愛くない？めっちゃオシャレだよね。可愛い。なんかね、今度また2期生でさ、会う時とか絶対なんか、持てたら喜ばれそうだから、ま、その時とかまで封印しとこうかな。家のクローゼットに。せっかくだし封印しとくか。ははは。次また使う時まで。タコパとかやりたいよねってホロメンがいた時のために封印しとくわ。てかそうじゃん、タイミングがさ、スマッペで、つい最近集まったからスマッペで会った時にこれできたらよかったね。そうだ、今日スマッペの話もしたいなって思ってたんだった。あの、つい数日前にスマッペ、スイちゃん、船長のま、私の、ペコラちゃんのペでさ、スマッペね。いや、待って、めっちゃね、めっちゃね、話したいことめっちゃあるんだけどさ、ちょっとどこまで話していいんだろう。誰か話してたかな？なんかペコラちゃんが話してる切り抜きは見たんだけど、そう、なんか、まあ、ご当地で、ご当地のもの食べる、47都道府県食べるみたいな配信を、やって、その後に、朝ぐらいまでずっと4人で喋ってて、結構ね、いろいろ喋ってて。なんかね、私はさ、もう船長の家もさ、もう、つい、数日前に行ったばっかだったしさ、全然、なんか、あ、久しぶり感なく、まったりできたんだけど、なんか二人ともなんかちょっと距離が縮まった気がしてね、めっちゃ良かった。個人的には。めちゃめちゃ、なんか、集まれて良かったなーって思った。めっちゃ思ったな。実家、そう、実家。マジで集まれて良かったなーって個人的には思ったけどね、いろいろなお話もできて。良かった。面白かった。まあ、船長とスイちゃんが基本喋ってくれるからね。私とペコラちゃんは、割と聞きながら、だったけど。スマッペでさ、47都道府県のやつ、書いたじゃん。書いたじゃんじゃない。食べたじゃん。で、書こうと思ってアスケンで。でもどうやって書いたらいいか、もうわけわかんなくてさ、もう諦めたよね、そっから。諦めました。もう書けねえってなって、そっから書くさ、なんていうの？あれがなくなっちゃった。習慣が途絶えちゃった。習慣途絶えるとダメだね。良くないなと思ったわ。なんかめんどくさくなってやめちゃった。そういう日もある。そう、モチベ落ちちゃった。なっちゃったわ。まあいいでしょう。まあいいとしましょう。チートデイ。食べすぎたね、あの日は。めっちゃ食べちゃったからな。あの後さ、配信終わった後も牛タン食べたからね、残ってた。しーちゃんと。最近お腹空きすぎて。あ、そういえばね、全然関係ないけど、果汁グミを今ね、私手に取ってんだけど、果汁グミを冷蔵庫に入れて、ちょっと固めの状態で食べるのめっちゃ美味しいよ。こう、おすすめ。アバンチュール、やだ。あれ、いいの？私さ、参加してないからさ、あっちには。見たときにびっくりしちゃってさ、おぉ！これセーフなんやーって。めっちゃびっくりしちゃったわ、あれ。船長がさ、
あれさ、なんかどうやって受け取ったらいいかちょっとわかんないんだけどさ、あれさ、船長がさ、発動心になるのよ。途中で最後のラスサビとか。船長が急にさ、なんか海の中入って、なんで船長だけ入っちゃうのって思ってさ、入ってさ、ジャバーンって上がってきたらさ、なんかファイナルファンタジーみたいなさ、めちゃめちゃ発動心、顔めっちゃ美形。もともと別に綺麗だけどさ、すっごいザ美形みたいな感じになってさ、FF 系の絵柄の船長になってて、マジでびっくりした。なんか笑っていいのかわかんないけど、ちょっと笑っちゃったんだけど。スマッペで餃子焼いてるときマジでわかんなかった。めっちゃわかるわ。なんかさ、なんなんだろう、あのスマッペの雰囲気さ、めっちゃさ、なんかまあ船長はさ、給食のおばちゃんだからって言ってさ、調理しててでさ、まあ、ペコラちゃんもさ、ナリン変わるよって言ってさ、二人がさ、もうさ、せっせとさ、行き来しててさ、私たちはずっとさ、座ってさ、コメント読んでさ、母と父、家族のような感覚があったの。夫婦のような、安定感あったよね。ペコマリはなんか夫婦のような安定感がある。つまみ食いした！あー、たこ焼き？いや、なんかさ、やっぱさ、あの枠ってさ、ペコラちゃんの枠じゃん。だからさ、なんか途中ペコラちゃんがさ、ずっとキッチンにさ、こもって、なんか洗い物とかしたりさ、いろいろしてくれてたの。だけどさ、ペコラちゃんの枠なのにさ、ペコラちゃんがいないのってなんかちょっとさ、せっかくなら喋っててほしいなーって思ってさ、で、キッチンに行ってたんだけどさ、でもさ、はい、これ持ってってってさ、すぐに追いやられて。結局働いてたペコラちゃんが、あ、これ持ってて、あ、赤せばこれとこれやっといてほしいんだけど、なんとかで、なんとかだから、でもこれ持ってっから先に行ってていいよとか言って、仕事できすぎ。マジで楽しかったな、マジで。朝まで喋るなんてちょっと思ってなかったけどね、朝まで喋れた、びっくり。